茨城県真壁郡の範囲真壁郡は茨城県にあった郡。1878年に行政区画として発足した当時の軍域は下記の区域にあたる。立領政下では日立国に属した。7世紀後半に新張郡の南部が分立したとされる。当初は白壁郡と称したが8世紀末の延暦年間に先代の天皇であった。 公認天皇の意味名である、白壁を避けて、真壁軍と解消されたと考えられている。和名章には、神代、神壁、長官、友部、大円大村、伊村の七教が記されている。五百九十四年に実施された、大港検知の際に行われた、日立国全域にわたる軍の再編で、細分化されていた周辺の軍や章を合わせ、近世から明治以降まで続く。 新壁軍が成立したが、その領域は、古代の真壁軍よりも広く、古代の新張軍西部や筑波軍の一部にも及ぶ。1、竹島村に洋山村3、河間村4、中村5、五所村6、伊山村7、大田村8、関本町9、阿賀妻村10、河内村11。 川西村12、下妻町13、大宝村14、鳥羽の江村15、黒子村16、河田勢、咲村17、村田村18、鳥羽村19、上野村20、大村21、長山村22、ふるさと村23、谷海村24、紫尾村25、真壁町26、神場実のる村27、雨引き村28、大国村29、新張村30、 小栗村31、下竹町、ありがとうございます。